最後には45歳のモズトラック運転手が語る若者へのメッセージということでね、始めていこうかなと思います。おみんな元気しとっか、山ちゃんへ久しぶりやないことで、今日はトラックの運転手の賃金がなぜ低賃金なのかいうことについてね、ちょっと喋っていこうかなと思います。まあいつものことながら、私の動画は台本等は一切ございませんので、そこのとこだけよろしくいうことで、そもそもね、なんで低賃金かというと、まあ、やっぱり運送屋に入ってくる運賃が安いわけよね。まあそこで考えてもらわなあかんのが、まあなんで安いかいうことやろな。運賃って言ったらね、荷主が出しとる運賃でね、大概の場合、まあまあそこそこの運賃出とるわけよ。言うたらまあそこにまあ下請けであるとか孫請けであるとかいう関係の運送屋になってくると、そこでまあピンハネが発生して、まあ安くなるという、まあまあ当たり前のことで言ったら当たり前のことなんやけど、まあね、多くの運送屋さんは、まあ立ち上がりの荷物は自分のとこで元請けなっとることが多いんやけど、それすらないような運送屋、ずっとどっかからのもらい仕事ばっかりやってるような運送屋さん、まあこういうところに勤めとると、やっぱりピンハネされた後の運賃が入ってくるわけやから、当然それをさらにまた運送屋がピンハネして従業員さんに給料が渡るわけや。だからまあ当然ね、給料も低賃金っていうことになるわけなんやけど、そもそもやっぱり運賃っていうのはやっぱり あるんよね。何キロ走ったら何万円とかいう、まあどこの運送屋でも貼ってあると思うねんけど、日本地図が書いてあって、どこからどこ行ったらなんぼとか言って、そういう基準の運賃がね、それを下回っとることがあるっていうのが問題であって、それの原因っていうのがやっぱり要するにね、水屋、それが原因だよね。だからね、まだね、荷主がおって、その下にまあ元請けの運送屋さんがおる、その元請けの下請けとかやったらまだね許せんのよ。それがなんかもう孫受け、ひ孫受け、さらになんかもう、やしゃごやなんやとか、まあまあそういうことになってくると、まあ、とんでもなく安い運賃。当然そういうね、適正運賃的なもんを下回る。まあ運送屋選ぶときはやっぱりどうせなら元受けに入らないと絶対損。給料もそうやし、特にボーナス、賞与。下請けの運送屋になってくるとね、なかなかそこまで利益還元っていうのはできないんで、当然賞与言うてもまあ1万2万とかのほんまの寸志みたいなね、そんなんしかないとか、もうひどいとこになるとももう全くないとか、まあそういうことになるわけなんやけど、まあだからもう入るんやったらやっぱ元請けないしはもう最悪でもその下請けぐらいにしとかんとあかんというこっちゃな。それでまあこの間もね、ちょっと YouTube のショート動画でちょっとはね上げとったんやけど、まあ日本のね悪い習慣、運送業界の習慣っていうのが、まあ行きの荷物はまあまあそこそこの運賃で、まあ帰りにはもう燃料代の足しになったらええわ的なね、そういう考えでやっておられる経営者が多い。それが原因、そういう習慣があるから、行きは10万あるのに帰りが4万ぐらいしか運賃がないとかね、そしたらおかしいでしょ。同じ距離走るのに行きは10万円、帰りは4万円。まあ、要するにその、まあ、燃料代の足しになりゃええわ、的なことでね、考えて、それがもうずーっと続いとるわけよ。まあ、おかしすぎるよね。同じ距離走るのに、運賃が半分以下になるとかね。まあ、そこで暗躍しとるのが、やっぱり水屋いうのがあるんやけど、だからやっぱりね、帰りもね、水屋を使わんと、てめえんとこで荷物を探すなりなんなり、荷主を探すなり、営業努力をしてへんから、まあそうなるわけやということ。はい、ほなね、まあまあそんなことでちょっとカメラの調子も悪くてピントもずれてきよる。てなことでちょっとリハビリがてら動画を上げてみました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ基本的にね、まあショート動画が多いと思うんですけどね、もう。まあまあぼちぼちやっていきますんで、まあ今後ともよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。